五軍を散々に打ち破った。だが宗妃は魏軍の損害も大きいとし撤退を命じる。その後も宗及は孫吾との戦で活躍。宗妃から太呉戦線の指揮官を任せられるほどになった。今宗及は再び魏と呉の国境地帯に向かう。戦地に赴く彼を見送る人々の中に意外な姿があった。見送り以外何がある。いい加減愚問をそのまま口に上らせるのをやめろ。はありがたき幸せ。まあいい、それでこそ我が友。乱世においてお前の正直一途な将はもろ刃であろう。だが案ずるな、この総士官がある限りその純良さは宝刀のごとき価値がある。ここまでおっしゃっていただけるとは。士官殿のお言葉胸に刻みました。俺は宗家千里の駒、これより宗義の未来を背に寄せ走り続けると誓いましょう。